農場の怖い話。私は小学校の頃、夏休みに祖父母の住む農村に遊びに行ったことがあります。祖父母は牛や豚などを飼っている農場を経営していました。私は動物が大好きだったので、毎日農場で遊んでいました。ある日、祖父が私に言いました。今日は牛舎の掃除を手伝ってくれないか。牛たちは外に出してあるから中に入っても大丈夫だよ。私は喜んで承知しました。祖父は掃除道具を持って牛舎に向かいました。私も後について行きました。牛舎は木造の古い建物でした。中に入ると牛の糞や尿の匂いが鼻をつきました。祖父はここからここまで掃除してくれと指示してくれました。私は掃除道具を手に取り、作業に取り掛かりました。しばらく掃除をしていると、私は牛舎の奥にある扉に気づきました。扉は鍵がかかっており、何が入っているのか分かりませんでした。あれは何だろうと思いながら、祖父に聞いてみました。おじいちゃん、あそこにある扉は何？祖父は顔色を変えて言いました。あれは気にしなくていい。絶対に開けちゃダメだよ。私は不思議に思いましたが、祖父の言うことを聞きました。その日の夜、私は祖父母と一緒に食事をしました。食事の後、祖父母は今日は早めに寝なさいと言ってくれました。明日も農場で遊べるからねと言ってくれました。私はありがとうと言って部屋に行きました。部屋に着くと、私は窓から外を見ました。月明かりが農場を照らしていました。牛舎も見えました。その時、私は不思議な音を聞きました。牛舎から聞こえてきた音でした。それは人間の声ではなく、動物の鳴き声でもありませんでした。それは何か恐ろしいものの声でした。うわーという悲鳴のような声でした。それからガチャガチャという金属がぶつかるような音がしました。あれは何だろうと思った私は、好奇心から窓を開けて外に出ようとしました。しかし、その時ドアが開きました。ドアから入ってきたのは祖父でした。どこに行くつもりだと怒った声で言いました。おじいちゃんと驚いた私は言いました。外に出るなと言ってドアを閉めようとしました。でも、あそこから変な音がするよと言った私に、気にするなと言ってドアを閉めました。私は祖父の様子がおかしいと感じました。何か隠しているのではないかと思いました。私はドアを開けて外に出ようとしましたが、ドアに鍵がかかっていました。おじいちゃんと叫びましたが、返事はありませんでした。私は窓から外を見ました。牛舎からはまだ変な音が聞こえてきました。私は恐怖に震えながら眠りにつきました。翌日、私は朝食を食べました。祖父母はいつも通りに振る舞っていました。私は昨日のことを聞こうとしましたが、祖父母は話題を変えてしまいました。今日はどこで遊ぶの？と祖母が聞きました。農場でと答えました。私は農場に行きました。牛舎に近づくと、昨日と違って静かでした。私は牛舎の奥にある扉に近づきました。扉には鍵がかかっていました。私は鍵穴を覗き込みました。そこには何も見えませんでした。真っ暗でした。何もないのと思った私は扉を叩いてみました。コンコンという音がしました。その時、扉の向こうから何かが動きました。ガシャッという音がしました。扉の鍵が外れたのです。と驚いた私は扉から離れようとしました。しかし、間に合いませんでした。扉が開きました。そこから出てきたのは、私が見たこともないような生き物でした。それは牛でも豚でもなく、人間でもありませんでした。それは人間と動物の混ざったような姿をしていました。それは私に向かって飛びかかってきました。キャーと叫んだ私は逃げようとしました。しかし、それは私よりも早く走りました。それは私を追い詰めて噛みつこうとしました。助けてと叫んだ私に誰も助けてくれませんでした。その時、銃声がしました。バンという音がしました。それは頭を撃たれて倒れました。やったと声を上げたのは祖父でした。祖父は銃を持って走ってきました。大丈夫かと言って抱きしめてくれました。おじいちゃんと泣きながら言いました。ごめんなさいと言って謝ってくれました。祖父は私に話しました。あれは私が作ったものだ。
人間と動物の遺伝子を組み合わせて作ったものだ。農場の動物たちから採取したものだ。なぜそんなことをしたの？と聞きました。科学者だった頃の夢を叶えるためだった。新しい生命を創造するためだったと言いました。でも、あれは生命じゃないよ。苦しんでるよと言いました。わかってる。だから殺そうとしてたんだ。でも、どうしても手が出せなかったんだと言いました。おじいちゃん、やめてよと言いました。わかった、もうやめるよと言ってくれました。